ははい皆さんこんばんこば長谷川幸寛ですえっ、ー、と今日は突然あのあ日曜日ですけどおまあライブで配信しようかなと思って告知しまあの突然告知しましたけど聞こえてますねはいありがとうございますあの突然の,あの告知にもかかわらずもうたくさん、えー、さっき見たら790人ぐらい事前にあの待っていてくださった方がいらっしゃったようで どううもありがとうございます、えー、今日はもちろんあの飯山さんの話をしたいんですけど、まあ、皆さんご存知のように一昨日まああ,あいう、まあ、妨害があって、えー、なかなか私もうまく話せなかったんですけども、あのー、今日お午前中見てたら百田さんが元気いっぱいにあの YouTube でライブ配信。 されてそこにあの飯山さんもそれから平井さんもそれから有本さんも皆さんいらっしゃってですね非常に和気あいあいと話してらっしゃったんでまあ私も良かったなと思ってほっと一安心したところでございますそして午後になったらうーん今度はあの警察のね機動隊のあの 輸送車。まあ、昔はあれ、かまぼこって言ったもんですけど、あの、機動隊の輸送車が、あの、門前長町の事務所に横付けされて、まあ、あれを見て、あよかった、よかったと。あの、機動隊のあのバスだけじゃなくて、まあ、私が、あの、YouTube で見ただけでも、あの、赤色灯をつけた、まあ、あれ、機動機動操作隊の、まあ、覆面パトとかじゃないかと思うんですけど、まあ、それが2台ぐらい。 来てましたし、まあ、制服、私服合わせて、まあ、相当な数の警察の方がお見えでしたから、あまあ、これでは警察もかなり本気で動いたんだなと、うはらまあ、あの方針を決めて、えーまあ、動いたんだなと思っておりました。で、それが、まあ、夕方だったんですね。そしたらあの お百田さんが、あ、X で6時半ご,ごろから、門前中町で、えー、まあ、街頭演説しますと、いうふうに告知されてたんで、さて、どうなるのかなと思って、えー、YouTube 検索、えー、してたらですね、まあ、私気がついただけで、あの、2つぐらいのチャンネルで、えー、応援演説っていうか、まあ、飯山さんの演説をですね、 あのライブで、まあ、配信されてました、えーまあ。配信してくださった方、本当にご苦労様です。あの、場所が、えっと、X 上では告知されなかったので、一体どこでやるのか、なかなかあの大変だったろうと思うんですけど、おまあ、雨の中ですね。えーえっと、告知、私が見て、うん、ライブ配信されたのは、 整、えっと、形ゆっくりチャンネルさん、えー、それから佐々,佐々木順子チャンネルと、えー、いうところで、まあ、2つやってて、そのうち、えー、とその前者の方では確か、えー、飯山さんご自身の発言もしっかり拾うことができてましたね、つまり最初の方から、あのーまあ、ライブで、えー、配信できて。 言いましたね。で、まあ、それ見て、あの、山さん自身、ご自身の,あの発言も聞いてですね、まず思ったのは、おー、すごいな。やっぱり、一段、また一つ、こう、熱が、はっきり入ってきたな、ということを、とても実感しました。 えーまあ、百田さんも有本さんもそうでしたし、まあ、平井さんも応援演説されてましたけど、まあ、全員、まあ、非常に、まあ、これまでにも増して、えー、気合いの入ったあ、まあ、演説されてたんで、まあ、一安心とあ、それが何よりあの、えー、妨害してた人たち、えー、その人たちの姿とか声,声は全く入ってませんから、これは今回、完全に防げたんだなと。 いうことですね、えーまあ、ど,うどうして防げたのか先ほどからあのこ,のこのチャット欄見てるとあの警察が動いたっていう、まあ、あの X でも見,、ま、見かけましたけど、まあ、警察が動いているっていうことなんでしょうおそらくねわ、えー、かりませんあの全然私確認してないんでわ、えー、かりませんけども おーまあどうやらその機動隊を導入したっていうこととかあ、まあ制服、私服警察官を相当導入したっていうことから見ても、これは警察がまあ相当方針をはっきり決めて、えー、対処してると,ということなので、まずまずどうでしょうか。まあ今夜、まあ今日一日の動きを見る限りは、これでどうやら、あの、妨害の方は、一応、 峠は越えつつある、大象は超えつつあるのかなと、まあ、もちろんまだ油断できませんから、まあ、果たして、例えばこれから街頭演説するのにあの告知し,たしてしまったらですね、まあ、場所がまあ全部公になってしまいますから、そうなると、またならかの妨害っていうのはもしかしたら入るかもしれない。 今、まあそういう心配もまだ残ってますので、まあ、その告知の方法がどうなのか、それとも全然告知はせずに、まあ、あの、ゲリラ的に動いていられるのか、ああ、行くのか、ああ、そのあたりは、まあ、私にはわかりませんけど、まあ、まあ、とにかくあと一週間ありますので、ええー、まあ、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。それで、 おととい、まあ、一昨日ああいうことになってからですね、まあ、皆様方も、まあ、あの多くの人がやっぱり心配してたんじゃないのかなと思うんですね、まあ、私もちょっと心配してました、実は。あこれで 果たしてこの飯山さんたちの選挙運動がまあどうなるのかなと思って先行き心配だなと思って、まあ、あのちょっとまあひ気にしてたんですけど、まあ、今日の,その先ほど言ったあの百田さんの番組であのまあ幹部の人たち、まあ、ご本人候補者ご本人はもちろん主要な人たちがみんな画面に現れて和気、まあ、あいあいと お話してるのを見てですね。まあ良かったなと。まああの、今もいい正直毎日心配で心配でっていうコメント、あかりちゃん心配っていうそういうコメントたくさんありましたよね。えー、本当にまあ心配してた方が多いんだと思います。で、あの、家康さんご自身がね、あの、昨日の配信だったかな。えー、っと、お まあいさん、本当に正直だなと思う。そう、本当にもう、いやさんって正直で勇気のあると思うんだけど、思うのは、私、喧嘩したんですっていうふうにおっしゃってたでしょう。あの、喧嘩したって、ご自身がね。で、まあ、なので、あの、まあ、私も、まあ、申し上げますけど、まあ、実は、あの、一昨日私が事務所に行ったとき、 お伺いしたときにですねあの、応援説の前に行ったときに、まあ,あ、相当は、まあ、激しく、あの、議論してたことは確かです。えー、飯山さんと関係の皆さんがね。で、まあ、かなり激しく議論していたので、えー、まあ、どうなることやらと、それもあって、まあ、ちょっと心配してたんですけど、まあ、それもですね、 まあ、あ今日の,その百田さんの配信を見る限りはもう本当にあのこだわりもなく、まあ、雨降って地,か地位固まるじゃないですけどかえってこう団結心というかねお互いの信頼関係が強まってわだかまりも消えたような感じがするので、まあ、それが実はまあ一番良かったなと、まあ、私は あの思うんです、まあ、激しい議論をちょ,ち,ょこっとだちょこっとだけ耳にしたもんですから、えー、まあ大丈夫だろうとは思ってたんだけどあの、まあ、それもあってですね、まあ、よかったなと思っておりますで、えー、今日の先ほど言った今日の夕方の,その雨の中の演説は、まあ、あお話しされた方飯山さんご本人含めて、まあ、一段とヒートアップしててヒートアップっていうか熱量がね熱量がこもっていて ああよかっったと思っております、えー、そんんなな感じなんですねでさてそれでね今日お話したいことは実はあの一昨日の夜あれ終わってから実はすぐ私ニコ生の配信になってニコマの生の前半部分 YouTube の無料公開部分でもちょこっとまあお話してその後 おお有料部分でもう少し触れたんですけども、それをあのー、ぜひあの you、まあ、YouTube、YouTube 内容ご覧になってる方はすごく多い。まあ今日今、これ、これが同説なんですかね。私ちょっと画面の読み方よくわかんないけど、1174って書いてあるんですけど、これ同説者の数なんのかしらどうなんだろう。ちょっとね、実は私分か、よくわかんないんですよ。あの、1392って書いてあるんだけど、 これ、同説している方が、あ、そうですか。ありがとうございます。あそういうことですね。ありがとうございます。はいはい。いや、それでね、あの、何せ1万人以上の方も、あの、見てくださっているので、ここでね、もう一んもう一遍、少し深掘りして、今の現状、この選挙戦の現状について、 まあちょっと皆様に、まあ、ご報告って、ご報告っていうんじゃないんだな。私の考え方をもう一遍ちょっと詳しくね、あの、ややもっと深掘りして、ニコマナーまで喋ったよりもっと深掘りして、まあ、あえてお話ししたいと思ったのが、今日やることにした理由なんです。えー、でそういうことなんですよね。あの、実は。それで、えー、それはね、もうタイトルで書いた通りです。組織表ってのは幻だと。これですよ。 もう結論一言で言うと。で、えー、その、なんで私がそう思うのか、これはね、検証しろとか言われても困る話で、えー、検証のしようもない、まあとでね、全部選挙結果が出れば、 まあ多少の,けんあの検証の仕方はまああるとは思うんですけど、今こうやって選挙戦を実際戦ってる段階時点でですよ、まだ投票日一週間も前の時点で検証しろって言われたって、証拠を出せって言われてもなかなか難しいです。で、これはあえ、あくまで私の見立てです。まああの、私は幸いにもですね、あの、ジャーナリストを名乗ってるので、 私がどう見るかっていうことを喋るのは私の完全な自由なんですね。で、それは当たってるか外れてるか、全部私が責任取ればいい話ですから。あの、今日はそういうことでね、私の見立てを、まあ、お話しします。で、それがまあ、思い込みだとか、期待のしすぎだとか、まあ、いろいろな、あの、ご意見あるでしょうけど、まあ、それはあ、そう、そう、そうでしょうから、まあ、どうぞと。まあ、私の期待。で、組織は幻だ。まあ、全部党派別にやっていきましょう。で、まず自民党ね、 自民党の組織用があるあるって言うんだけど、私はね、そんなものはね、もう今、もう加速度的に瓦解している。とりわけこの江東区においては、瓦解している。と思ってます。なんでか。だって証拠は、それはもう証拠がある。茂木幹事長は、乙武さんを応援するって言ったんだから。 その方向で検討するって言ったでしょ、茂木幹事長は。でも結局、応援は取りやめたと。で、その理由に、乙武ん陣営から自民党に対して推薦の申し込みがいまだなかったからだと。なんて言ってますけど、それはね、あの、取ってつけた理由ですよ。取ってつけたり、本当の理由は、これは江東区の自民党の方々がですよ。 もう音だけなんてやめてくれって言ったからですよ。これが一番の理由。ね。で、しかも、いいですか、しかも、江東区の自民党の幹部の人たちというものと、自民党の支持者っていうのは、これは当たり前ですけど、全然別なんですよ。ね。で、その、 だから三層に分けて今ちょっと頭を整理していただきたいんですけど、一番下にあるのは江東区の自民党支持層という人たち。これが一番実は肝心で、その上に江東区の自民党の幹部、党員の幹部の人たちっていうのがに真ん中にあって、さらにその上に長田町の茂木幹事長のような自民党のあまあ幹部たち、トップたちがいるわけですよ。この三層にいるわけですよ。ね。で、組織。 もし組織なるものがしっかり機能しているとすればですね、これは自民党の下から、いわゆる支持層なるものまで全部含めて、全部含めてですよ、これがみんな、まあ、一で、一枚はでとまでは言わないまでも、まあ、俺たちみんな自民党及び自民党支持者たちは、この人を応援しようぜって言ったらみんな一気団結動くっていう、それが組織ですよ。でも今回は、 私のね、見立ては、一番肝心要めの江東区の自民党執行の人たち。この人たちがね、音だけなんかやダメだよって言ってるわけですよ。で、そのことが江東区の自民党の人たちにも通じて分かって、で、これはダメだなと。分かり。それで、モテギ幹事長に、こんなもんダメだよと。言わざるを得なくなったっていうことなんですよ。 これが本当。これが本当。だから、この今回の選挙の東京地五区について言えば、自民党の組織なるものは、一番下のところから瓦解してるんですよ。瓦解してる。だから、まあ、自主投票にせざるを得なくなっちゃったんですよ。これが本当です。 ね、にもかかわらず、<laughs> まあ皆さん、いろんなあのマスコミ報道をご覧になってると思うけど、マスコミは自民党側があの、茂木幹事長が、俺たちはこう音だけでやる、ね、そしたら公明党もやるんだそうだ、そしたら国民民主党もついてくるんだそうだ、みたいなことを言って、あ、もうこれで音だけ圧勝だの、書いてるわけでしょ、マスコミが。で、なんかあた,あたかもそ、そうやって組織がみんなついたから、これで決まりだ、みたいなこと。 書いてるわけでしょで、そうやって、えー、マスコミが報道し、その報道をまた、さらに受け売りして、解説する、政治評論家になるものが、テレビに出てきて、みんなそうやって解説してるわけですよ。私にすればね、本当、どこ見てんのと。あんたたち、ね。あんたたち、どこ見てんのと。まるっきり、とんちんかんだよね、と。もう、私はもう、本当に呆れてました。はっきり言って。私はもう、そういう見方は全くしてない。最初から、 自民党の江東区の自民党支持っていう方たちが今どういうふうに思ってるだろうか。ここですよ。で、これはね、一人一人聞いて、例えば10人聞いたって100人聞いたってそんなことはわからないんで、これはもう観察の勘っていうかね、勘みたいなもんです。で、私の勘はまあそういう勘でですね、えー、だから自民党はもうそれで壊れてるなと。おまあこれが一つ目でしょ。これは自民党。 それから公明党ですよ。公明党も、おまあ、お届けに乗ろうかなっていう話があったのようですけども、結局なんか女性党員、女性の人たちが、総会会の女性会員の方たちが、あーというのは女性多いんで、そんなね、いご,ごまた不倫だなんて話が出て、それを認めちゃった人おに対してですよ。 とてもじゃないけど、支持できないっていうのはそれは当然でしょうと。だから実は。あの公明党共産党と匹敵する。組織力を誇ると言われているね。と言われてるに過ぎないと言われている。公明党ですら、実はあ仮に党の本部が音だけいげって言ったって。 肝心要の地元の人たちはそんなものを受け,受け入れられない、動けないっていうことなんですよ。だから実は公明党も自主投票になっちゃったでしょ。これなんでか、組織として決めたんじゃないんですよ。組織が壊れちゃってるからですよ。簡単に言えば。どっちが決めたんだ、自,自主投票にするのは。幹部が決めたのか違いますよ。それは形式的には幹部が決めたんだけど、現場の江東区の自民党の支持者の皆さん。 公明党の支持者の皆さんが、とてもじゃないけど、こんな話に乗れませんと言って、壊れちゃって、それで自主投票になってるんですよ。これが本当なんですね。で、まあ、情けないのは、まあ、続いてに言っちゃうと、国民民主がやっぱり一番情けなかったね。まあ、国民民主はね、男を下げたね。えー あの、本当に時々政策はいいこと言ってたと思うけども、自民党がつくんなら応援しない。えー、自民党が離れるなら応援する。う、えー、とか言ってですよ。もう何を言ってんだかね。えー、もう玉木さんは本当に男下げた。これね、これは結構ね、大きいと思うな。私は。今回のこの右往左往ぶり。玉木何しさんの 地金が見えちゃったんだ、ここで。つまり彼の頭の中では、自分たちの主義主張とか、それから肝心から目の高等区民の皆様が、どういうふうに思っているのか、っていうことよりも、ここでファーストの小池百合子と手を握った方が、自分に得だと思ったわけですよ。だから彼の頭の中でも、完全に通り通りゃく。 だった。で、しかも有権者が視界に入らずに、上積みのところばっかり、まあ私はこの上積みっていうのは、要するに規制政党の幹部たちのことを上積みと表現するんですけど、この上積みのところだけ見ていて、あいつと握ったら得だ、小池恵里子と手を握っておくのがこの際得だっていうふうに玉木さんに見えてるってこと。つまり玉木さんの姿勢には、あの、視線には、永田町の上積みの部分の関係しか見えてないってことですよ。 これはね、致命的なね、私に言わせると。これはね、これまでの永田町の動き方、あってという中では、確かにそういう見方が必要な局面もあったかもしれない。あったかもしれない。しかし、えー、今回の政治と金の問題で自民党がこれだけ壊れ、ね、壊れ。で、かつ、えー、この東京中国っていうのは、スキャンダルで自民党の人が2人もまあ失脚すると。 そういう流れになって、うんざり感が漂ってる時に、自分の通り、通りで国民民主党ファースト、まあ、玉木と小池、百合子っていう関係でしか事態を見れないっていうのは、これは政治家としてね、決定的に何か足りないものがあるね。まあ、あえて私、玉木さんに厳しい発言して、まあね、えーまあ、申し訳ないけども、まあ、はっきり言わせていただければ、 私はそういうふうに思います。これは玉木さんっていう政治家の今の時点での限界がね、出たね。視野の中に上積みのところしかないんだもん。これじゃ全然ダメですよ。今言ってる私の話、つまり、飯山あかりさんがノーと言ってるものは何なのか。それよりも、さらに飯山さん、 だけじゃなく、いわゆる国民一人一人、あるいは有権者の皆さんが今、うんざりしてるものは一体何なのか、ここなんですよ。で、それは、私は単に政治と金だとか裏金だとか、そんな話じゃなくて、一言で言えば、あなたたち、私たち一人一人の国民の声、有権者の気持ちを理解してないよねっていうことなんでしょ。 私はそういうふうに思ってるんですよ。この、今回の選挙は、選挙は最初から。で、あのー、そのことにー、まあ今名前を挙げたような政治家の皆さんは全然理解してないし、まあ情けないことにマスコミも、いわゆる評論家も、このことを全然理解してないのね。 えー、このことなんですよ。まあ、それについては、まあ、もう少し言葉を他の例も挙げながらちょっとお話していますね。で、どんどんどん、派についてやっていきましょう。でね、まあ、今これで、まあ、言いました。次、じゃあ、ファーストやりましょうか。ファースト。ファーストの回っていうのは、これまで小池百合子さんの個人人気ですよね。小池百合子さんっていう、ああいう一見、えー、弁説巧みで、巧みというか、あ言葉に詰まらず、 スラスラと横文字が出てくるような人ですよね。ええー、何だったっけまあいろんなこと言ってますね。まあダイバーシティだとかインクルーシブとかなんだかなんた言ってますよ。なわけわかんない言葉がスラスラ出てくるっていう、そういう小池さんの、まあ、ああ弁説、一見明瞭な弁説に、まあ、来たんだけど、まあこれは、まあはっきり言ってん、多くの国民がそれに騙されてた。 しかしその騙されたっていう話が、まあ、今回のまたまた吹き出た学歴詐称疑惑によって、えー、いわば、この、暴露されつつ、嘘だ、嘘、嘘なんじゃないのっていうことが、まあ、暴露されつつありますし、それから、うーんうーん、あのー、前の知事の、えー、あの方、 誰だっけ名前ど忘れちゃうもう年になるとね、どんどんど忘れちゃうんだけど、えっとああ、あの、ま、ま、小池さんの前の知事の方がね、現代ビジネスで言ってましたけど、まあ私はもう40年間もう騙されてたんだとそうそう、松戸祐一さんです。ありがとうございます。あの、私、時々のうす名前が飛んじゃうんで、それでしよ松戸さんがね、現代ビジネスでいてたんです。40年前。40年間俺は騙されてたと。 だから、増枝さんだって騙されるんだから、普通の有権者の方は騙されるのは当然で、みんな騙されちゃうわけ、騙されちゃってたわけですよね。で、それに輪をかけて、いい加減だったのが、あまあ、この乙武さんですよね。えー、だって、自分はファーストの会の副代表でありながら、もうイケシャーシャーと無所属ですなんて言って、そんな見えすいた嘘お見えすいたなんていうの、まあ、嘘だよね。嘘に、騙されませんよ。 おーということで、このファーストの会も、これまでやってきた、あこのいわばこの、こ、まあ、だましの政治っていうものが、今回のこの選挙で、それも暴露されちゃった。だからファーストの会も、まあ、あさようならねあ,あなたたちの正体っていうのはばれちゃった。まあ、こういうことでしょ。これがファーストですよね。それから、まあ維新、維新。 もう、まあいいこと言ってたんだけど、いいこと言ってたところもあったんですけども、まあ正直言って、私そう思いますけど、でもね、維新、維新の皆さんも、第二自民党でいいっていうふうに馬場さんが言ったあたりからね、まあちょっとケチがつき始めてますね。で、肝心なのはやっぱりね、えー、維新の候補者ですよ。 えー、何て言うんですかあ金沢さんですかあ私も全然候補者のことなんて気にしてないんで、名前も忘れちゃうんだけど、金沢さんでいいんですかねえー、間違ったらご指摘いただきたいんだけど、この、この方がさ、なんか、いろいろこと、いろんなこと言ってるらしいけど、なんだかね、全然ね、政治というものをご自分がどういうふうに考えているのか、 で例えば、第二自民党とかいう発言についてどう思ってるのかとか、あるいは政治とカネの問題にとってどういうふうに思ってるのか、あいうことが、まあ、全然ね、メッセージとして伝わってこないよね。伝わってこない。えー、つまり、文字通り、この維新、政治を維新するんだという、うーん、まあ、な何ていうのかな、まあ、根本的な理念みたいなものが、 まあ感じられない、えー、なので、まあ、第2自民党なんて言われると、おい,おいおいおい、自民党も終わりつつあるだろうと、終わりつつある <laughs> 自民党の第2番目だなんて言って、どうすんだよと <laughs>、というふうに、まあ、思わざるを得ませんね。まあ、これが維新ですよ、ね。からね、立民共産、ここが大事ですよね。だって、えー、本当かどうか知らないけど、まあ、世上ではですよ、なんか今、独走中なんでしょ。 で、30%ぐらいの、まあ、人気があるとかなんとか言われてるそうですからこの、こんなものは本当かどうか知りませんけど、まあでも、この、まずそういうことを言われてるんだとすると、この、じゃあ、立民共産党はね、どういうふうに考えたらいいのか、で、彼らの組織っていうのは、どういうふうに評価したらいいのか、これも私ははっきり言って、まあ、壊れつつあると思っております。なんでか。だってね、立民のね、 あの幹部たち、まあ、党員とか、それから、まあ、共産党の党員の皆さんとかね、こういう方たちは、まあ、それなりに、まあ、党の理念とか、イデオロギーとか、共産主義とか、まあ、こういうものを信じて、まあ、やってるのかもしれないけど、彼らがね、えー、そこそこ検討するときっていうのはあ、どういう事態になると検討するのかっていうと、その党員の人たちがね、 えー、すごく力があって、えー、自分で動かせる票をたくさん持ってるとか、まあそんなことで、立民共産っていうのが強いのかって言ったら、私は全然そうじゃないと。私は全然そんなもんなんじゃないんだと思ってるんです、ね。これは私の勝手ですよ、何度も何度も言うけど、私の勝手の見立ては、実は立民共産っていうのはね、アンチ自民なんだと。 自民党は嫌なんだ、ね。腹立つことが多いんだ。だから、そういう時は、立民、共産、まあ、共産は別としても、まあ、立民に入れるんだ。こういう人がね、実は一番多いんじゃないかと、実は思ってるんですね。で、今日もね、どっかのニュースで、なんか、泉代表の、 おおことを言ってましたけど、まあ自民党はね、政治と金でこんなスキャンダルになりました。でね、今度私たちを勝たしてください。あの、あ、どこで行ったのこれ島根で行ったのかなそうだ、そう、島根だ。島根でね、えー、あそこの校舎出してらっしゃるでしょおで、だから勝たしてくださいと。で、立民がね、ここで勝てばね、自民党もね、あ、これは国民の声を聞かなきゃいかんというふうになるかもしれません。だから私たちを勝たしてください。なんとこう言ってるわけですよ。